パパパパパっていうこのタタンタっていうこのシンコペーションのリズムですけども、このリズムももう本当に文字通りのシンコペーションっていうよりもちょっと三連符っぽくって言ったらいいんですか、完全にトトトリラではないですけども、イアントントトトト、少しなんかだからそこにあれがついてんじゃないかなと思いますね、平井先生がテヌート、なのであんまりトトントリラロトントロリラって、文字通りそのリズムがそうだからって弾くよりもちょっと崩して弾いた方が、効果があるんじゃないかとのな、ないかと思います。何感心したかというと、一番イントロからかっこいいんですよこれ。ちょっと弾いてもらっていいですか。そう、これね、最初のね、一小節聞いてると、これ何だろうな、ドミソの音符かな、Cマイナー系なんですけどね、でもそのまま下がって、これスライドしていくっていうね。で、ここでドミナントっつって、次のトーラーってこの手話音をね、出す、5度の和音ね。これね、かっこいいですよ。で、これちょっと弾くのは結構大変なんで、こう来るからね。でここにはなんかいろんな書き方してますけど、これは結構実際はこう手離しちゃってこうやって弾いてみて、あ、ペダルでね、そうだよね、こう弾いちゃってますね、そうそれで、ここもね、ここにアルペジオ書いてあるんですけど、ここなんかも少しハープのように弾いてもいいのかなみたいなね、なんて思ってここいいなと思いました。それで今度ここですけど、前奏にですね、こういう言ってみたら色彩音がボンって入ってるわけですね。そうするとここの最初の部分がララララ、そうするとね、どういうところが洒落てるかなするとね、ララララなんですね、これで、この浜根の意味はダウン、で要するにここにね、僕らの立場だとね、こういう当たってる音程が来るんですよ。これドシ、当たる音程って7度か2度ね。そうで、この当たった音程っていうのは次に解決した時にホッとするんです。だからその当て方っていうのはね、いろいろやり方があるんですよ。